自分流小口の世界、自分の走り、自分の車、全てを融合させること、それが小口ワールド。この時代から小口の走りは完成されていた。当時この走りを見た者は度肝を抜かれただろう。今でも十分通用するその走り、みんなが真似したそのテクニック、ここにカリスマと呼ばれるゆえんがある。都市弁と言われようが、武漢の帝王と言われようが、小口には関係ない。そのペダルワーク、とても5年前の足とは思えない。